キョッピーは自分のお顔の何なんだ。だるまありがとう。今日もね天ぷら食べれたんです。うん、にじゃないよ見てくれました？動画上がってるのでぜひ見てください。レインボースターハート100個ありがとう。そう、エビ天がめっちゃ美味しかった。あとね、さつまいもも入っててそれが美味しかった。え、しかもなんかきのこご飯みたいなでめっちゃ美味しかった。お顔のどのパーツ、なんやろう。17日待ってます。キノコありがとう。待って、何やろう自分の。あ、輪郭、輪郭が好き。今日がね、輪郭がめっちゃ褒められるんですよ。昔からシュッてしてるらしい。だるま、キノコありがとう。キノコありがとう。でも確かになんかこう髪の毛下ろしてるとあんまりわからんねんけど、ツインテールとかポニーテールするとなんかやっぱ輪郭がはっきり見えた方が顔ちっちゃく見えんねん、逆に。なんででしょうね。キノコありがとう。隣のレーンから見てて行こうか迷ってます。迷うなら行くしか。きょうちゃん、隣じゃなく正面から見るともっと可愛いですよ。ちなみに可愛い、ありがとう。ラブレターありがとう。性格も好き、あら嬉しい。皆さん幕張の握手がもうずっと残ってるから来てください、来てください。サイリンもありがとう。21の写メありがとう、待ってるよ。嬉しい。そう、ツーショットもさ、可愛い服着るから着てほしいねんけど。ハート100個ありがとう。なんか昨日の天ぷらはなんか大体なんか魚の、白い魚の天ぷらか鶏肉かなっていう感じの薄さの四角の天ぷらがあったから食べてみたらあれでした、イカでした。別にイカ嫌いじゃないけどさ、ちょっとショックでした。あれってなった。でもエビが美味しかった。エビがね3つ入ってました。ほんまに嬉しかった。今日ハンバーグか天ぷらでめっちゃ食べた。あ、違う、迷った。しかもどら焼きもらった。きょうちゃんと握手したら一生手洗えなくなります。嘘つけ。で、そう、勝手に魚かなとか想像してちょっと残念でした。イカかいってなった。きょうちゃんどら焼きまだ食べてない。明日の朝ごはんにしようと思って、なんか朝食べてなんか幸せチャージみたいな書いてたから、じゃあそうしようと思って。え、絶対天つゆ派。でも塩も美味しい。うんうん、あんバターにした。あれ絶対美味しいでしょ。あの、これありがとう。ろうそくありがとう。きのこありがとう。今の横顔、うん、なんかさ、日に日に塩が好きになっててさ、なんか大人になったんだなって思います。
キノコありがとう。ハート500個ありがとう。今日もかわいい。にじゃないよ、見てね動画。珍しいでしょ、レオナさんと2人で話してるキョッピーなんてなかなか見ることないと思うので見てください。バブちゃんだよ。おはよう。今日もシャシャほんまに可愛かった。もうね、可愛かった、可愛かった。休み時間っていうかなんか空き時間シャシャ見つけたから絡みに行きました。一緒にいました、だからくっつけました。今日もちあわてです。ほんまにさ楽しいリハ期間、今日かリハ期間さほんまに好きやねんな。実は16日きょうちゃんに会えるの楽しみ、きょうちゃんも楽しみ、めっちゃもうすぐやん、嬉しい。キノコバラありがとう。レオナさんキョッピーかわいいと褒めてた、嬉しい。今日がレオナさん優しいから大好き。今日がさ同期もそうですし、あのメンバーめっちゃ大好きなんですよ。多分一方通行やけどシンプルに好きなんですよ。え、わかる？え、みんなも SKE 好きでしょ？マジそのノリで、え、なんか好きなんですよ。だから毎日会えるやんか、いろんな人に。え、それがめっちゃ楽しくて好きなんですよね、リハーサル期間。キノコありがとう。コバンもありがとう。ヤッホーね、レオナさん優しい。シャシャにもちろん会えました。一緒にニコニコとお話ししてました、幸せでした。そしたらゆずさんと目合いました、幸せでした。っていう感じで毎日楽しく過ごしてます。DD マジで今日かわ、容認っていうの、こういうのです。だって自分がそうだからマジで気持ちわかる、しゃーない。これはキノコ小判ありがとう。みんなは一方通行じゃないです。そう、毎日会えんね。音符ありがとう、キノコありがとう。そんなんさ楽しすぎるやん。だからね楽しいんですよ。だからほんまにリハ期間好き、終わらんといてほしい。え、そう、みんな可愛いし優しいしいい匂いするしなんかかっこいいしほんまに好き。だからもっとお話ししたいからもっと話してください。今日かメンバー全員好きなんで、マジでね DD の気持ちわかる。え、違う、誰でもってわけじゃないやん。しかもわかる、めっちゃそういうのいいでしょう。推しにね毎日会えるんですよ、大好き。バラありがとう、キノコありがとう。今日も一番可愛いチーでしょ。今日かこのリハ期間でもっといろんな人とお話ししたいです。マジで今日かって超社交的。めっちゃ社交的じゃない今日かって。なんでこんな、いつからこんな性格になったんやろ。今日か赤ちゃんの時めちゃめちゃ人見知りでさ、お兄ちゃんについていくことしかできひんかったのに。ズーちゃんの生誕当たりました。ズーちゃんの誕生日一緒にお祝いしましょう。そう、誰でもじゃない、そう、わかる、めっちゃわかる。
推しに毎日会いたいよな、ほんまにわかる、会えるんですよ。キノコありがとう。今日がねマジで人見知りないです。ちっちゃい時はめっちゃ人見知りあったけど、今はほんまになんかもうすぐ話しかけちゃう。それぐらいね社交的な性格になりました。こんな変わることある？キノコありがとう。キノコありがとう。せっかく毎日いろんな人と会えるんですから喋りましょうよ。社交的すぎるよな。喋りたい。せっかくなら楽しみたいやん。だってわかる？せっかく全員で会えるからいっぱい話したい。レインボースターありがとう。ラブレターありがとう。今日がメンバー全員大好きだからもっと話してください。それを伝えたい。マジでいろんな人に話しかけたくなっちゃう。なんかねシンプルに喋りたいんですよ。この人と喋りたいなと思って喋りかけちゃう。やばくね。ハートの天ぷらありがとう。ハートありがとう。ほんまにいっぱいお話ししたい。いっぱい話したい。いっぱい喋りたい。喋りに行ってるわけではないんですけどね。ちゃんとリハーサルもしてるんですけどね。ハートありがとう。ラブレターありがとう。リスありがとう。リスキノコ。キョウちゃんお兄ちゃんいます。上いそうじゃない？キョウカって。なんかお兄ちゃんいそうな感じせん？下ではなさそうじゃない？上いそうじゃない？じゃあめっちゃお兄ちゃんいそうじゃない？キョウカ。レインボースターありがとう。なんかおるやん、なんかうわ絶対この子妹か弟おるやろうなみたいな人とかさ。きょうちゃん素晴らしいでしょ。イエーイ。ねえ、きょうがめっちゃお兄ちゃんいそうじゃない？教えてみんな。ねえ、きょうがめっちゃお兄ちゃんいそうじゃない？双子の兄、京香の双子ってこと？それでお兄ちゃんいるねんで、いそうじゃない？めっちゃ何回言うねんな。リスありがとう。だるまありがとう。そういそうやろ。めっちゃそうおるねん。上いそう。お姉ちゃんではなさそうじゃない？わかる？みんなわかるやろ。レインボースターありがとう。やっぴー。とりあえずそうそうそう、同意してほしい。同意、共感してほしい。今日が絶対お兄ちゃんがいい。絶対お兄ちゃんがいい。キョッピーキティ可愛かったでしょ。ありがとうね。おとなしそうなお兄ちゃんいそう。今日がはお兄ちゃんがいるんです。絶対さ、したいなさそうじゃない？ろうそくありがとう。うん、そう、実際お兄ちゃんいます。ガードマン、
え、絶対強化したいなさそうじゃない？絶対無理やもん。年下今日も可愛い、ラブ、お兄ちゃんです。だるまありがとう。今日が絶対お姉ちゃん、お姉ちゃん、でもお姉ちゃん優しい、お姉ちゃんなら欲しい、優しいお姉ちゃん欲しい、落ち着いてる兄いそう、ほんまに末っ子感あるやろ。今日が絶対末っ子がいい、絶対末っ子がいい。今日か絶対に、なんかいっぱいいっぱいじゃなくて、あ、キョピ嬢、キョピ姫嬢、ありがとう、ありがとう、ありがとう、キョピ姫嬢、ありがとう。みんなお姉さんに、お姉ちゃんになって、お兄ちゃんとお姉ちゃんになって。めっちゃ末っ子っぽくない？なんか負けず嫌いで甘えガチでみたいな。でもね、お姉ちゃんほんまに喧嘩しそう、怖い人。お姉ちゃんって大体怖くない？なんか女兄弟怖いから嫌やな。お姉ちゃん嫌、女兄弟嫌、絶対お兄ちゃんがいい、下は嫌。だからもうめっちゃ理想なんですよ、今日の人生。え、そう、お姉ちゃんの偏見すごい。確かに、絶対お兄ちゃんがいい。でもお姉ちゃんいても楽しそうやけど、優しかったらいい。年めっちゃ離れてるとか、22日お、アンズの生誕だ、楽しもうねん。お姉ちゃんだったら優しい、甘やかすよ、いっぱい甘やかしてください。赤ちゃんの頃から陰キャ、いや陽キャちゃうかった。キョウちゃんはとても陰キャベイビーでした。陰キャベイビー、サバイバルでした。すごい優しいお姉ちゃんなら、ハートありがとう、たくさん結婚してええで。お姉ちゃんはたくさんいます、みんな今日がのお姉ちゃんにしてます、ということにしてます、勝手に。四個座のお姉ちゃんめっちゃいいやん、なんかさ化粧品とかさ服とかさいろんな話できそう、いいな。でもお姉ちゃんも憧れる。キノコありがとう。絶対今日か妹か弟いたら無理だったな。それはそれでいけてたんかな。バラありがとう。産声がハッピーキョッピー、すごい、めっちゃ喋るやん。末っ子です。ゆねちゃんはお姉ちゃんです。今日みたいな妹か娘が欲しい。めんどくさいで、めっちゃとてつもなくめんどくさいと思われる。そんなところも可愛がってくれるかい。そう、後輩とかできたことないからね、どんな感じか想像つかへん。今日かも、だるまありがとう。わかる、溺愛してそうやけど、なんか言うこと聞かんかったらめっちゃ怒ってそう。だから嫌、言うこと聞いてくれへんの嫌やから
何でもよく聞いてくれるお兄ちゃんがいい。京香の兄はなかなか務まる人がいないと思いますけど、覚悟はありますか？服とか貸し借りできたり化粧品プレゼントし合ったり、めっちゃ仲良し、めっちゃいいやん、そういうの。それはめちゃ羨ましい。キュッピーに憧れて後輩がいたらめちゃめちゃ可愛がる。当たり前、もう毎日毎日撫でくり回す。そんな子がいつか来たら撫でくり回す。いつか言ってもらいたいな、今日かも。いや憧れです。そう、何でもわがまま言って聞いてほしい。だから下は嫌。音符ありがとう。11期ってさ、ゆうねちゃんって一人っ子やんな。んで、くるみちゃんも一人っ子。キュピーは甘やかしてください、たくさん。サイリーもありがとう。一人っ子って珍しくない？そんなことない？珍しくない？結構だから一人っ子って聞いたらおおってなる。あんまり出会ったことない。それは言い過ぎ。でも結構レアな気がする。でサクはお姉ちゃんがいて、そう、なんか兄弟事情ってさ、別に何でもいいけどさ、なんか意外と知らんかったりせん、友達の兄弟事情。あんずちゃんは妹がいて、あ、女の子兄弟多いな。ね、リーナの兄弟事情がなんかもう一生分からへん。多いってことは分かるな。5人兄弟ってことは知ってるけど、でちょうど真ん中っていうことも知ってるけど、上がなんかお兄ちゃんかお姉ちゃんか妹か弟かちょっとあんま分からへん。どんな感じなんやろ、そんな兄弟多いお家って。めっちゃ楽しそう。いいな、兄弟多いの楽しそう。遊んでも絶対一人にならへん、羨ましい。いいな、どんな感じなんやろ、めっちゃ気になる。全員とさ、なんかまんべんなく仲良くできるんかな、そういうのって。人によるか。まあ、フルコンプったらめっちゃいいな。お兄ちゃんお姉ちゃん妹弟めっちゃよない、それ。一番下が男の子で深みの女の子。そうなん？そうなん？意外。なんかもっと男の子兄弟いそう、もっとお兄ちゃんとかいそう。あ、そうなんや、初めて知った。そうなんや。リーナより下って何歳な？リーナより下が2人もいるんやろ。何歳なの？クマありがとう。なんか不思議な感覚にならん？自分たちの中ではさ、もうリーナが一番下なわけやん。京香の知り合い史上最年少やもん今。もうリーナなんて赤ちゃんよ、生まれたてやのにさ。でもそれより下がいるんやろ、不思議。今週よろしくね。
やった、あくき連れ回して確かにご飯っていうかお菓子とか奪い合いしそう。2人でもしてたのちっちゃい時、アイスとかなんか揉めそう。めっちゃそうよ、もうすぐで誕生日来ます。あの3人の20日でしょ、もう言うてあと1週間とかしかなくて、ほんまにさっき焦ってた。ちょうどさっき焦ってました。早いな、何あげようかな。買いに行く時間なさそうやねんけど、どうしよう。お買い物したい今日か。ほんまにさ今さ欲しいものいっぱいあって買いたいけどさ悩む。え、どうしよう、買っちゃう。いやもう絶対あかん、絶対買うな自分、絶対やめろ。いやね、買いたいもん買って当たり前じゃん。こんばんは。でもさ欲しいものって絶対買った方がいいねん。だってすぐ売り切れたりするから、なんか後から絶対後悔するね。なんか悩む理由が値段ならそれは買えなさいみたいな聞いたことある。え、そう、いつも失敗するよね。いつもしかもね後悔するんですよ。欲しい、これでも我慢しようと思ってね、すぐあと1ヶ月とか経ってやっぱあれ欲しかったと思って買っちゃおうと思ってね、ネット見たらあ売り切れですみたいな。だから絶対に欲しいものは瞬時に買った方がいいけど、そんな欲しいもの全部は買ってられませんから。きょうちゃんの握手券とかほんまにそうですよ。みんな迷ってる人いるんじゃないの、どうしようかなって。もうね後から後悔しても遅いです。絶対に時間足りないし、来てください、可愛いので。残骸欲しいと思えば、なんかもう写真見てなくても思い出したものがあって、一人一つだから、それはさすがに買おうと思ってる。音符ありがとう。そうです、迷ってたら売り切れるみたいなことあるから、みんな幕張やったら写真撮れるし握手もできちゃいます。愛知もトーク会はまだまだ行けます。これみんなこんなまま置いてっていいんですか。後から後悔しても時間は戻ってこない。その日のきょうちゃんはその日しか見れない。二人だけでお話できる、来なくていいんですか。来た方がいいですよね、待ってますから。可愛いきょうちゃんが待ってますから、楽しいですから。絶対にきょうちゃんはお話ししてて迷わず来てください。迷ってるなら迷わず来てください宣伝です。そうよ、後悔する前にここで気づけたあなたはラッキーボーイ、ラッキーガールということで、今すぐ来てください。迷わずキョッピの握手券と通称とか母さん嬉しい、ありがとう、幸せにするからな。キョッピのトーク会1枚だけ買ったけど足りませんか、絶対に足りない。その1枚だけでも来てくれるのはとても嬉しいけど、キョウちゃんとのお話はね想像の何百倍も楽しいですから、もうこんないらんやろって思うぐらい来ちゃってください。ハマりますよ言うとあと1ヶ月とかしかないからさ、絶対にもう先他の人に取られる前にゲットしときましょう。
きょうちゃんは近くで見た方が可愛いので、それは本当か、見に来てください。思った以上に足りない。そうそうです、夢の国くらい楽しい、もちろんもっと楽しいかもしれないですよ。幸せにするのにな。服装もね、昨日のブログに載せたので、てかなんか昨日がさ月曜日、なんか昨日の記憶がマジでなくて怖かった。昨日何したっけと思って覚えてなくて、ほんまに怖すぎた。買い増しさせていただきます。ラブ、ありがとう、楽しもうね。隣のレーン結構バレるで、強化の隣バレますよ。幸せになりたいので追加しました。幸せにするからね、劇場で見るより何百倍も可愛いです絶対に。まあ、劇場でのキュッピーももちろんキラキラしてますけど、多分知らんけど昨日月曜日感なかったし、なんかリハでもやった内容、待って何したっけと思って、一日の日してたか結構記憶なかった。結構有意義な一日過ごしてたんやけどな。キノコありがとう。一枚だとキョウちゃん可愛いって言ってる間に終わっちゃいます。そうです、時間足りない、いっぱいお話ししたい。てか今日が想像以上に喋ってくるから、え、言いたいこと言えへんかった、今日がめっちゃ喋ってくるやんってなるかもしれない。きょうちゃんもたくさんお話できて、みんなも言いたいこと言えて、そんなハッピーキュッピーな時間過ごしたいですよね。だから今日は思ってる以上にゲットしておくのがいいかもしれないです。きょうちゃんよう喋るなって思ったやろ、これぐらい喋りますから、みんなびっくりしてますよねきっと。そう、かわいいかわいいっていっぱい言う時間もあったり、今日のメイクもかわいいねって言ったり、京香がめっちゃ喋り出したり、好きなもののお話したり、好きなご飯のお話したり、今日の予定聞いたり、明日の予定聞いたり、昨日何してたのって言ったり、ほらもう今でももう10個も言うことあるけど、どうする、みんな足りる、足りないよね。10月28名古屋6部買い増ししてきました。ありがとう、大好き、幸せにする。剥がされてるのに話し続けてました。え、そう、後ろもう帰っていってんのにずっと話しかけたりしてた。だからあの最後まで話してくださいね。ほんまに一緒なんか今日か、ほんまにさ喋るねんな、よく喋るねんな、うってなっても割と話してたりするから、うん、楽しいので来てください。え、そのノープランで行っても全然大丈夫。もうね、喋りたいこと山々あるんで、来て一回来てください。よく喋る、こう見えて。だからプロセスチーズ、プレシャスみたい、かっこいい。冷蔵庫入れる、冷蔵庫入れたらいけんのこれ。喋り倒そう、お前喋り倒すで今日が。納豆なら2週間過ぎてもいっちゃう。え、わかる。え、2週間はちょっとやったことないけど、なんか発酵食品って、え、これいけるかねって思って食べちゃう。え、きょうちゃん喋り倒してひたすら聞きます。まあ相槌打ってくれたらそれで十分かな。でもよくある、きょうか喋り倒してたりする、よく。だからね、来てください、そんな何も考えずに何話そうって
全然考えずに来てくれても大丈夫なので一回来てください。チーズ月見好き。今年食べてないけど、あれは全員好きでしょ絶対。ほんまに美味しい。どんな味か忘れたけど、なんかソースが多分違うよな、きっと。何回も行くよ、待ってるよ。10月トークと握手券買った記憶が曖昧なら心配やし、買っとこうかっていうことですよね。ありがとうやっほー、サイレンもありがとう。ノープランでもプラン飛んでも楽しめて幸せになります。そういうことです。結局幸せになれちゃいます、きょちゃんとこ来ると。日本の未来について難しくなければ日本の未来、月見シェイク、何味、月見パイ食べたい。あれ絶対美味しい。至近距離でキョッピーを見つめに来てください。いっぱい来てくれたら嬉しいです。サイリームありがとう。ダルマありがとう。レインボースターありがとう。毎回メモしてるのに忘れて、ありゃ。でも何でも話せるもんね。トーク会と握手会どっちがいいんやろ。どっちも楽しい。でもね、握手会は握手しながらでもお話もできるし、一石二鳥感はある。ということで幕張の握手会来てください。本気で本気で来てください。悲しくて泣いちゃう。まだあるから来てください。とりあえず来てください。ダルマありがとう。レインボースターありがとう。握手はハードル高い。え、そうなん？きょうちゃんから全然話しだすよ。よく話しますよ、きょっぴーは。帝国民真剣部として追加しておきます。嬉しい、ありがとう。楽しみ。ツーショットもね、幕張はまだいけるので、全然いけるので来てください。だるまありがとう。月見フォカッチャ、何それ、初めて聞いた。キノコありがとう。
キノコありがとう。キティ2連、確かに最近やってないな。キノコありがとう。今日食べたキノコご飯めっちゃ美味しかった。先輩を試練会見ててとても楽しそうだったのが印象的でした。本当に楽しいのでぜひ来てください。キョッピーレン配信終わったらもしかも嬉しい、ありがとう、幸せにするからな。しかもね、服装もね、ガーリーだったりコスプレだったりお気に入りの私服だったりチャイナだったり、もうどの日に来ても絶対可愛いやん。だから来てください。え、そう、炊き込みご飯めっちゃ美味しかった。久々に炊き込みご飯食べた。結構ね、美味しすぎて感動した。幸せになる券今日届いた、やった。キョッピーも幸せです。確かに幸せにします。最後ムニュってしてくれる、ムニュ、ちょっと謎の効果を、牛とかじゃない、手ちっちゃいもんな、握力弱いし。今日かな、握手は握力弱いかな、牛じゃなくてムニュらしいです。今日ちゃんとムニュ握手しに来てください。キョッピーが幸せにしちゃいます。ツーショットね、本気でおすすめですよ、幕張の。だってチャイナやもん、あれ今日買うのめっちゃお気に入りの服、ムニュ気になって寝られん。じゃあ幕張の握手おいで。まだ今だ行けるんだから、寂しくて泣いちゃう今日か。だから来てください。みんなとお話ししたいと思ってるのに来てよ。おいでやす、お越しやす。おすすめポーズはチャイナだから、チャイナポーズ、ギャルピー、ハッピーキョピーポーズ、一緒にハート作る、猫耳、これキティちゃんね、猫ハート、指ハート、キョウガがよくやるグッド、キョウガ、あ、じゃあ A でだ、 A でたくさんあります。ほんまにバリエーション豊富なんで、ポーズ考えられないよって方も気軽に来てください。ポーズお任せでって言ってくれたら、あ、オッケーオッケーってやるんで。横浜めっちゃ行きたいんやけど、でもね、行ったことあるかないか分からへんぐらい。でもみなとみらいに行ってみたい、めっちゃ綺麗、ああいうところ好きだから行きたい。横浜普通に遊びに行きたい。で、おでん食べたい。もうさ、おでんの季節がやってきてるというわけじゃないですか。でもマジでおでん食べたすぎてやばいんやけど、今のだけでも10枚は買わなあかんや。ほんまにそうですよ、10個ポーズでもね、全然きょうちゃん考えちゃうんだから来てね。そう、おでん食べたい、なんか今めっちゃおでん食べたい気持ちになっちゃった。おでんの気持ちになっちゃった。いいね、それいいね、それいいね。トマトのおでん、でもなんか熱してあるトマトめっちゃ好き。話し方が優しい、ほんまに嬉しいわ、嬉しいわ。やっぱお嬢様降りてきちゃった。どん、うん、コンビニのおでんって美味しいよな。
え、いっぱい食べよう、おでん。今年、今年の目標、おでんとキムチ鍋たくさん食べることです。あとホットのタピオカ、まだ暑いか、もうほんまにホットのゴンチャのブラックミルクティーがもうマジで大好きなんですよ。結構本気で好き、結構ガチ、これは本気のやつ。あとホットのホワイトモカも本気、大好き大好き。おでんにはね、からしか味噌、味噌マジで美味しいよ。おでんにつけて食べるの、ほんまに名古屋来て衝撃受けたこと、味噌美味しい。ホットのタピオカ飲んだことない、ほんまに損してる。絶対今年の冬飲もう。寒い寒いって言いながら飲むホットのタピオカはガチで美味しいです。本気で美味しい、もうホットのタピオカマジで美味しい。なんかね、アイスよりももちもちになります。ゴンチャのタピオカ試してみよう、絶対飲んで、ほんまに美味しいから。おでんで一番好きなのは大根かおでんくん、もち巾着。よくずっともち巾着のことおでんくんって呼んでんねんけど、めっちゃ可愛くない？ホットのタピオカほんまに美味しい。ホットは普通にね、ブラックミルクティーのホットがめっちゃ美味しい。ほんまに一生飲んでた冬。あとはチョコも美味しいし、でもほうじ茶とかも美味しそうやな。え、楽しみ、ほんまに楽しみ。やっぱ冬好きかも。うわ、ピスタチオ、やばい、ピスタチオ、ピスタチオのさ時期がやってくるってことやろ。わお、わおって感じ、やばい、ほんまに冬好き。もうだからクリスマス好きやね、もうこれだから。ピスタチオのタピオカのために日々生きてます。糸こんにゃく好き、今日かも、てか全部好き。おでん嫌いなものない。レインボースターありがとう。キョピコちゃんと話したら一瞬苦悩忘れそう、忘れれます。嫌なこと吹き飛ばしてハッピーキョッピーになれます。そう、ピスタチオね、去年出てて、その前も出てたから、多分毎年でき出てると思う。去年は多分イチゴ、イチゴ何やったっけ、忘れたけど、そう多分イチゴやったけど、でもなんかゼリー入っててんな、あれゼリーいらんねんな。あの一昨年の冬に出てたダブルピスタチオウーロンミルクティーがほんまに美味しすぎてニヤニヤしちゃう、考えるだけで。そう、ゴンちゃんの話、ゴンちゃんのピスタチオ本気で美味しいから、今年の冬絶対に飲んでください。ちなみにホットの方が好きです、強化は。残っちゃうし、まあ美味しいねんけどな、美味しいけどちょっと忙しすぎて、食感がタピオカだけで十分かなと思って。最近多いよな、ピスタチオってどんな味。それな、なんかピスタチオはピスタチオなんよだからなんかピスタチオですって感じ。今日もね、全然なんかずっと食わず嫌いしてて、ピスタチオだって豆やん、だからえ豆飲むってどないと思ってめちゃめちゃ食わず嫌いしてたけど、飲んでみたらもうほんまに美味しすぎて、なんかもう世界変わった。台湾住んでた時によく飲んで、めっちゃいいやん台湾、タピオカ毎日飲みたい。ピスタチオほんまに美味しい。なんかやたら好きな人いるやんピスタチオ、なんかどういうことなんやろと思ってたけど、食べたことはないけど、ゴンちゃんのピスタチオしか飲んだことないけど、ほんまに美味しすぎて感動した。何これってなった。結構世界変わる。だから絶対そういうの多いから、食わず嫌いはほんまにやめようと思います。
食べてほんまに嫌いなものは嫌いやけど、パクチーとか。私やたら好きな人、え、そうなんや。いやね、飲んだことしかないからな。ピスタチオに世界変わる予定たくさんできた。よかったよかった。ほんまに世界変わる。ほんまに冬大好き。これだからご飯が美味しいよな。おでんやし、鍋もあるし、幸せやん。確かに色かわいい。パステル緑みたいな。グリーンか。パステルグリーン。そう、ピスタチオのアイスも食べたことない。ゴンチェしか飲んだことない。ホットタピオカにハマって太ったらどうしよう。まあ幸せ太りということで OK でーっちゅ。確かにわかる、寒いの。でもなんか着込むのめっちゃ嫌いで身動き取られへんくなるかな。なんかほんまにこんなんなるやん、ベイマックスみたいになっちゃうやん。でなんか動かれへんくなるから、生活しづらいからあんまり好きじゃないけど、服装的には。冬はたくさん、え、でも今年も出るかな。いや絶対出るよな、さすがに。ほんまに期待してます。ほんまにお願い、もうガチでお願いやから、ピスタチオ出してください。お願い、マジでお願い、頼む。別に11月に出してくれてもいいし、全然。うわ、チキンホットパイみたいな、懐かしい。あれちっちゃい時食べたことある。それめっちゃ好き、美味しい。頼む頼む頼む、出てくれるかな今年も。もうこれでピスタチオ出んかったら結構冬の人生何を飲んで過ごせばって感じになるんですけど、まあホワイトモカ飲むけど、わあ、ホットのホワイトモカ飲むのも楽しみ。食べ物ばっかりやん。イルミネーションも楽しみやけどね。ピスタチオほんまに美味しい、一番美味しい、マジで。あと3分、57分、早いな。がグラコロも大好き、やっぱ冬最高、最高です。やっぱ冬は美味しいものばっかり、全部美味しい、最高、楽しみ。明日も頑張ろう、一日、明日も頑張ろうと楽しもうと、いっぱいお話ししようね、楽しみ、めっちゃ楽しみ、ワクワクする。レインボースターありがとう、サリムありがとう、ほうじ茶もね、ほうじ茶も美味しい。え、てかほうじ茶クラシックティーラテはまだですか。ちなみに一応言っとくけど、ほうじ茶クラシックティーラテどこ、どこにいるの、どこにいるの。あと2本でということでランキング読みたいと思います。13位、サングラスかけたイカチーラスカル。12位、須田さん。11位、うさぎ。10位、猫マカロン。9位、見えない、見えないです、キュッピーでした。8位、 SKE。 7位、あやめろさん。6位、男の子。5位、社交ダンス。4位、キョッピー。2位、歌ってる。1位、犬。ありがとうございました。明日も楽しみたいと思います。リンボースター、ハート、キノコ、ありがとう。明日も一日、もう長いですけど、元気に前向きに頑張ります。なので遠く会来てください、待ってます。明日も頑張ってきます、マジで頑張るので見ててください。楽しかった、ありがとうね。お腹すいた。毎回ガッツポーズするくらいに好きです。かわちぃ、かわちぃね。今日もおつー。
明日も頑張ります、楽しんできます、幸せになりに来てください、幸せにします、じゃじゃ今日も一日あっという間でした、ありがとう、おやちゅみ、おやすみ、バイバイ。